左近すずのです。もう夜なんでこんばんはなんですけど、 Vlog をね数日間撮っていこうと思ってます。今日は全然撮る予定なかったんですけど、今、彼とずっと行きたかった焼肉屋さんに向かってます。かつらぎっていうね焼肉屋さんなんですけど、堺にあるの予約がストーリーズで空き情報が出てて、それでね彼が予約パッてしてくれたみたいで、今日空いてるっていう電話がかかってきて、夜空いてたので行っております。めっちゃ楽しみ。念願の念願の焼肉屋さんで、なかなか行けないところなのでとても楽しみです。ちょっとチカチカして見にくいかも、ごめんなさい。そんな感じで今から焼肉屋行ってきます。こんなところにあるんや、かつらぎ。こちらね、暑くて汗だくになりましたが、とっても美味しかったです。今から帰ってゆっくりしたいと思います。大満足でした。美味しかった。近くにジェラートのリカリカがあったので、お家に帰る前に寄ってみます。こんな夜やのにめっちゃ人多いやん。リカリカって堺で有名なジェラート屋さんでね、すごい美味しいんですよ。久しぶりに来ました。ございます。彼が朝ごはんを、ちゃうわ、お昼ごはんやなも作ってくれました。そうめんと餃子とネギトロ丼とオクラ、美味しそう。ありがとう、いただきます。今日はセルフォードさんの撮影で東京へやってきました。早速私の大好きなベーグルを用意してくださっていただきました。それもコスメデコルテですか？いや、これはアンプリチュードと、あ、デコルテでした。デコルテ、デコルテと、はい、アンプリチュード混ぜました。アンプリチュード気になってました、ずっと。ね、もうなくなっちゃったけど。そっか、もうなくなっちゃったんですね。そう、知らなかった。そうなんや。品川駅へ着きました。1時間ぐらい巻いたんですけど、今回の東京はもう何もせずそのまま直帰したいと思います。お家に帰ってね、撮影しないといけないものもあるので、そのまま撮影だけして今日は帰ります。ありがとう東京。おはようございます。着付けしに美容室へ向かってます。私服に下駄で着てみました。靴も持って帰るのめんどくさいから、意外とイケてないこれ。これ適当にネットでなんかハンドメイドしてるやつで買いました。ハンドメイドされてる方のやつ、可愛くて可愛いですよね。胡蝶蘭じゃーん。浴衣ヘアが完成しました。本当はね、着付けもやってもらう予定だったんですけど、なんかちゃんと予約取れてなかったみたいで、着付けはまた夕方ぐらいの時間になったので一回ね帰ります。藤岡さんにお誕生日プレゼントまでいただいてしまいました。ありがとうございます。崩れないように一日過ごそうと。なので帰る時もこの下駄で帰ります。でも意外と馴染んでるから大丈夫そう。浴衣着けてもらいました。でタクシーで会場までやってきて、会場の近くのところまでね無事タクシーで来れました。毎年なんかタクシー運が良くてちょうどいいところで降ろしてくれます。渋滞にも巻き込まれずに。で浴衣に合うピアスがなかったから、ピアスを阪急によって適当に買ってみました。可愛くない？ゴールドのちびっこピアス。
はい、じゃあどうぞいいし、汗だく最高です。この暑い中のビールが一番美味しい。見て、浴衣飛び込み、すいません、うん、おいしい。もうすぐだ。今年は何の曲が流れるでしょうか。私は思いついたの言ってもいい？ブリンバンバンボン。え、どう違う？私はブリンバンバンボンでお願いします。何と思う？それ去年言ってさ、私外れたやつやん。去年それやと思ったらソランジやった。ソランジでした去年は。じゃあどうでしょう、どうなるでしょうか。今年の音楽は帰ってきてお風呂に入ってマクドウーバーしました。マクド食べたいかもしれないって話しててウーバーしてみたんですけど、え、なんかそういや去年の淀川花火帰ってきてからもマクドウーバーしなかったっけっていう話になって、去年も淀川花火の Vlog を撮っててそれを見てみたらマクドウーバーしてて、しかもね、私いただきます、何食べたいって聞かれて、チーズバーガーとチキンナゲットが食べたいって言って、なんかポテトはさっき食べたからいらへんって言ってたら、去年もまさかのチーズバーガーとチキンナゲット食べてた。すごくない？2年連続淀川花火の後はこの気分になるみたい。ということで今年も深夜マクド、まだ深夜じゃないな、今日はね割と早く帰ってくれたんですよ。12時前マクド、いただきます。チキンナゲット、チキンナゲット、おいしい。マスタード派。てかマジで漏れてない。漏れてないよね。大丈夫？おはようございます。彼と朝ごはんを食べて解散しました。私は今日ね、撮影と展示会へ行く予定があるので、朝から抗って美顔器をねしてたんですけど、今日さ、てか前の淀川花火もそうなんやけど結構疲れるんですよね、まあ、花火大会とかって。だから起きた次の日ねめっちゃむくんでて、で今こっちだけやり終わったんですけど、どう？さっき彼にも全然違う右と左って言ってもらったから、美顔器の効果ってこんなにあるんやって今めちゃくちゃ実感してるんですけど、めっちゃこっちだけシュッてした気がする。なんでいつもと同じくこのアミロの美顔器で左側もやっていきます。やっぱこういう撮影の前とか、てかむくんだ次の日、美顔器やってあげるだけで全然違うんやと思ってびっくりしてます。今日はクラッシーの撮影と、あとアパレルブランドの展示会へ行くという日曜日なんですけど、普通の日常です。そして私は明日の夜からなんと家族旅行でオーストラリアへ行くんです。なので明日の夜からやから何人もまだ用意してないんやけど、明日の日中は予定入れてないから明日日中にパッキングしようかなと思ってます。オーストラリアはまたオーストラリアで Vlog を撮るのでぜひ見てください。これは日常 Vlog やけど、また旅行 Vlog も撮ります。この目周りがね、本当に起きたすぐにカリウムも飲んだんですけど、だいぶマシになった気がする。いいんじゃないでしょうか。だいぶ目が開いた気がするよ。今日は私服撮影なので大荷物で迎えます。ロケバスさんが迎えに来てくれました。皆さん撮影地の偵察へ
行ってくださって、私は進ませていただいております。美顔器かな、美顔器してきました朝から。いや嬉しい。また見てます。荷物埋もれております。はい、ここでベルトが別になってて、一番目につけてたセット。可愛い。これね、パスだけでもすごい使えそうだし、細いベルトをちょっとやってもらっても可愛いし。今は結構みんなやっぱり単品で、ね、そうですよね、それぞれ別々で使える方がいいですよね。他のカラーも欲しくなるぐらい。あとこのカーキ、カーキになります。カーキ着てみます。カーキとピンクと3色です。ピンク、こちらの方が担当です。なんかこのジャケットとショートパンツの丈が一緒なのが可愛いです。これ隠れるんですよ。はい、今日も阪急のコラムのポップアップに、ね、行かせていただいて、可愛いお洋服をたくさん試着させていただきました。ちなみに今日着てるこのトップスもコラムなんです。前回のポップアップでゲットしたものなんですけど、とってもお気に入りで、これとあとベージュのワイドパンツを、よく履いてるんですけど、今回も可愛いお洋服をゲットしたので、またそれは、Vlog だったりとかで紹介したいと思います。ポップアップ自体は9月3日までで、この動画がアップされる頃にはもうあと残りわずかなんですけど、ぜひサイトとかもチェックしてみてください。私の体型に多分すごい合ってて、どのお洋服着ても素材とあとパターンとか形がすごい綺麗で、大好きなブランドなので、もう必ずチェックするブランドの一つです。皆さんもぜひチェックしてみてください。それでは今から友達と、ご飯なんですけど、この辺でね Vlog は終わりたいと思います。今回の Vlog も見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。